覚えてるわ、これも。はっきり覚えてる。じゃあ、川井さん。はい。中3。小学校3年生から、中学校1年生まで、好きやった子がいてて、俺が。で、向こうも好きやったらしいねんけど、まあそれよくあるやん。何々ちゃんが、河合のこと好きって言うてるねん。はい。で、意識し始めて、で、俺もまあすぐ好きやったよ。でもまあ、なんか、告白したり、みたいな勇気もなく、はい、で、まあ向こうも、まあ真面目な子やったから、うん、まあそんな感じもなく、で、中学入って、まあ中1、中2、まあ中2で、まあ俺全然違う子のことが好きになって、まあその告白してる。で中3の時に初めて、同じクラスの女の子に告白されてんけど、うん、ほんまベタに校舎裏に呼び出されて、うん、朝、1時間目の授業始まる前。へぇー。なのやってんな。で、でも、俺は中3も、違う子のことが好き。やったから、ごめんねって言って断ってんけど、でももうさ、そんなん言ってもらったのが初めてやから、はいはいはい、もう気になって気になって、いや確かにその子のことが、はい、でやっぱもう女の子って、あごめんねって言ったら、もう多分もうその瞬間からスターンなってるやん、割と。まあ僕はそこは言い切られるんですよ、一人で。河合さん言い切って。おい、お前態度悪いぞ今。もうなんでお前が今偉そう。いやでもだからそのなんかやっぱりでスパーンってされてるように見えんねんな。うん、なんかだから余計に、うんうん。なんか授業中とかずっとその子のこと見てもうてた。してもうてた。でも覚えてる、手紙くれて。本当に貴重な経験させてもらいました。ほんまっすね、はい、なかなかいっみんなないっすよね、高校生なんて。ああ、まあ全員が全員あるわけじゃないよ ね、 その言えたり言えてなかったりみたいなパターンもあるやろうし、うん、で僕は、はい、こちら翔さん、えされた側で、はい、これがさっき言ってた国葬じゃないんで何国白の方やね、告白やろ、うん、告訴というのに、いや、賞賛やねん天才発見賞賛、はい、誰にその子、えあ、そう、はい、バレンタインの日、なんて言われた、え、稲ちゃんの子好き、可愛らしい、ほんででも僕はそのどう答えていいか分からない、まあまあ、もちろん分からへんよな、えぇ、ええまあまあ、そのもう当たり前の反応やな、賞賛やし、で、チョコだけもらってそのバイトでした、はい、その、あれはそのホワイトデーお返しした、なんでやねん、お前いや、そ何やねん、都合悪いことあんた、眠たなんの、親戚のおっさんのボケやん、それなあ、おちゃん、ことかにちょうだいや、うわ、全然だ。新人のおっさんがやるやつ。いや、そんなん、知らんかったっすよ。嘘や、あるよ、その制度は。ホワイトデーというものが、ちゃんとあるって、お返ししないといけない日っていうのは、うん、僕、多分中学校とか入ってから。遅いね。小3の時にはもうだって、やってたね。いや、でもね、うあんまりそういう友達がいなかったんですよ。あで、家も別にその、照れるから、そういう女の子チョコもらったとか言わへん。ああ、なるほどね。俺、だからそれでバレたもん。その、何個かもらって、お返しを友達と二人で、まあ、みんなまあ、義理チョコじゃないけど、まあ、女の子ってちょっとやっぱり精神的に、ませてるというか、大人見てるから、うんはい、なんかこの、まあ、本命のチョコもあったやろうけど、まあ、ギリチョコも含めて、なんかこの、何個か配るみたいな、うん。で、俺、仲のいい友達と、その、もらった子が大体一緒やったから、うん、アメちゃんか、マシュマロか、どっちかを、
買ってその子の女の子の家にお返ししに行くみたいな。なるほど。で1個だけ俺好きな子がいてたから、なんか1個だけちょっとええやめ買うてて、でなんかランダムに渡してる風にして、で最後にその好きな子の家に行った時に1万円ええやめ渡した時に、お前絶対あいつのこと好きやんってドキッとしてえ、そんなことないよってめちゃくちゃベタなごまかし方、露骨やな。な、なんでええやんって。いや、いや、いや、ちょっとだけだけだってな、確か。あ、お駄菓子屋さんの。いや、あのな、なんかな、ちょっとカンカンの雨やってん、確か。あ、なるほどなるほど。ああ、他はその、うん、10円とかのあの、チケンマシュマロ。あー、なんかそんなんやったと思う、なんか。うん、明らかですね、そのカンカン。でも俺はなんかその子供やし分からへんから、はい、バレへんと思ってんの、それが気づかれへんと思ってんの。多分よ、横の連れからしたらむっちゃ滑稽やったよ。うわ、どれにしよう、どれでもいいかとか言うてんのめっちゃ滑稽やった。思ってるより俯瞰で見れてないですからね。ここそうやな。チャンネル登録お願いします。なんでハモってくんねん。なんでハモったらあかんの。